ルコによる福音書14章27節。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊は散り散りになると書いてありますから。しかし私は蘇ってからあなた方に見つき、するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。ペトロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどは決して申しません。皆の者もそう言った。おはようございます。金曜日、甥っ子とタカちゃんと3人で恐竜動物園というところに行ってきました。京橋と大阪城の間ぐらいにある大阪ビジネスパークっていう地下鉄の駅で降りて行ってきました。オーストラリアの恐竜について研究している人たちがイベントを開催していました。ジョシュア君がそこで今働いています。もう終わるんですけど、バイトしています。招待してくれてめっちゃいい席に座れたんです。もう足も伸ばして自由に見れるっていう席に、子供たちがお客さんで、子供たちが会場ステージに上がって一緒にイベントを進めていくっていう、パフォーマンスがあるような感じのショーです。一人の男の子が上がったり、一人の女の子が上がったり、5人で上がったりと、それぞれです。で、一人の男の子がステージに上がりました。そしてもう頭をパクって本物の恐竜みたいなのに食べられるんです。タカちゃんも、アイル君も、ああみたいな、やめてやめてみたいな、かわいそうってなって、だん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 怖くなってきて、僕の胸にアイル君は飛び込んできてゆっくり泣いてました。漫画っぽい、恐竜とかガオーとかじゃなくて、リアルに作られていて、大人も驚くくらいです。どこに人間入ってるんやろうみたいな感じの恐竜でした。他の子が恐竜出てきても全力でこう走って、もう僕の目の前というか左斜め前で思いっきりつまずいて、またお母さんについていて、うわーってギャーって泣く子が多かったです。このショーは1回1時間で3000円払うんですけど、ほんまに何分かで出た家族とかもいると思います。ずっとギャーってほんまに泣くぐらいリアルな恐竜動物園です。もう僕は楽しかったですけど、子供たちはただ泣くだけっていう感じのショーです。日本中、わーって回ってるオーストラリアの恐竜動物園っていうところです。次はどこでやるか聞いてないですけど、点々としています。今日の箇所はオリーブ山に向かって歩いているところです。聖書のマルコの福音書14章はイエス様と詩篇を交互に歌いながら歩いていきます。オリーブ山はイエス様の祈りの場所でした。ずっと呼んでいって、この祭りの時なんですけど、この時は満月です。月もで雲がなければ月明かりで、普段より下が見えて明るい夜です。地面は今のようにコンクリートとかアスファルトで舗装されてないんで、行き慣れた道ですけど、夜やからつまずかへんように大きな石とか避けたりして、こう丘を登って行きます。27節、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊は散り散りになると書いてありますから。28節、一緒に読みましょう。はい。しかし私は蘇ってからあなた方に先にガリラへ行きます。旧約聖書の予言通りに、羊飼いであられるキリストが撃たれたら、殺されたら、弟子たちがバラバラになる、あなた方は私につまずくってイエス様がおっしゃった。おそらくオリーブ山に向かう途中でイエス様が先頭を歩いてて、弟子たちが後ろです。でペテロがイエス様と距離が近かったかもしれません。29節、
を関西弁の聖書で読みます。ペテロハンが、たとえみんながあんた犯につまずきおってもわてだけ大丈夫や、絶対につまずいたりしまへんと言うたんやと。他の連中は弱虫で逃げ出すかもしらへんけど、俺は大丈夫ですって、他の人とはちょっとちゃうから大丈夫ですって、ペテロは自分に自信がありました。ペテロは私はと言ったんです。私は大丈夫って、自分の力を信じました。なぜペテロ自分の力を信じることができたんでしょうか。他の弟子たちと比べていたかもしれません。たとえ全部のものがつまずいてもと言っています。先週の日曜日6時から他の教会の若い人たちの集会に出席しました。その時の話じゃないですけど、僕は20代の子供たち、子供たちじゃないです、若い人たちの集まりとかに、出席するとこう思うんですね。座ったら、あ、俺ここにいてる誰よりも特別に神様に愛されてるなってよく思うんです。で、そして次にこんな気持ちが出てきます。まだまだこの人ら聖書のこと分かってへんねやろなって。イエス様、ここにいる人よりも僕はあなたのこと分かってますし、他の人たちはまだ分かってないですって思ってまうんです。で、俺はこの聖書の話、誰かがメッセージしてたら、俺はこの聖書の話前聞いた、知ってるわ、もう大丈夫やとなってしまいます。他人と僕も座りながら比べてしまっています。僕もペテロと変わらない言葉をイエス様に言ったかもしれません。イエス様大丈夫ですって。イエス様はこの俺は大丈夫っていう人間の弱さをご存知です。30節、イエスは彼に言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方は今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。イエス様に私を三度知らないと言いますとペテロは言われます。それ聞いて興奮したペテロは反応します。もう力を込めて言ったって書いてるんです。言い張ったです。そんなアホなことおまっかいなって、たとえ一緒に死ぬようなことになってもですって、わてがあんたはんのことを知らへんなんて言うはずがおまっかいなと言うた、関西弁の聖書では書いてます。聖書を読み進めていくと、ペテロはどうなっていったでしょうか。マルコの14章の66、72節に、その間に詳しく書いてあります。イエス・キリストはこの後捕らえられます。で、夜中やのに立法学者や、長老偉い人たちがイエス様をジャッジするんで裁判します。ペテロは遠く離れながらイエス・キリストの後を追って、恐る恐るついていきます。そしてついていったらこんな声が聞こえてきます。おい、イエス・キリスト、キリストというのはイエスさんよって、あなたは神の子で救い主メシアなんでしょ、答えてくださいよって、ずっとそう言うてはるんでしょ、何も答えへんのかいなって。で、イエス・キリストは答えました。私はあなた方が言った救い主です、それですって聖書に書いてあります。それ聞いて偉い人たち、おい聞いたかって、冒涜やって、神様しか口に出したあかんことこいつ言いよったぞって、みんな聞いたなって、こんなやつは死刑や、神様しか口にしたあかんこと言ってるやつは死刑やって、どついてまえって言って、もう唾をペッてかけて、袋をイエス様の かぶして殴ります。バンバンで、おい誰がどついたか当ててみろよって、神様や救い主なんやったら分かるやろって言ってどつきます。で、グーパンチやったら分かりませんかって、ビンタにしましょうかって言って、バチンって平手で打ったって聖書に書いてあります。バチンって、ペテロはむちゃくちゃにされているキリストをもうチラチラ見ながら火に当たっています。すると一人の女性がペテロに近づいてきて、じーっとこうやって見るんです。あれ、あなたあのナザレ出身のイエスと一緒にいた人とちゃいますか。はって、何言うてるん、そんな人知りませんよって。
ペテロは言いながら、やっばーってバレたら大変なことになる。ペテロは今いる場所から出口の方に向かいます。すると鶏がコケコッコーと鳴きます。こんな鳴き方じゃないですけど。でまた女性はペテロを近づいてきて見て、いやみんなこの人ナザレのイエスの仲間やでって、だから俺は違うって何回も言わすなよって。ほんで違う人もペテロのとこ来て言います。喋り方もイエスと似てるやんけ、あいつと似てるやんけ、ガリラヤ弁やんけってなります。いやだから違うってって何回も言わすなやって、俺はほんまにあのイエスと全く関係ないって、そんな人知らんし一回も喋ったことありません。コケコッコーってニワトリが2回泣きました。それ聞いてペテロはイエス・キリストの言葉を思い出しました。ニワトリが2度泣く前にあなたは私を知らないと3度言いますというイエスのお言葉を思い出した。それに思い当たった時彼は泣き出した。ペテロは、俺も殺されるかもしれない、あんなひどいことされるかもしれへん、そう思ったかもしれません。そんな中ペテロは人を恐れた結果イエスを否定しました。知りません、3度も知らないと言ってしまいました。3度、完全に知りませんという意味です。イエス様との関係がもうゼロですって自分で宣言したんです。知りませんって。ルカの福音書の12章の8節、御言葉出るんですけど、一緒に読みたいと思います。ルカの福音書12章の8節、9節。はい。そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認める者は、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は、神の御使いたちの前で知らないと言われます。ここの御使いたちの前で知らないと言われますと、今日出てきている14章の30節、マルコの私を知らないという言葉、同じギリシャ語です。アパネオマイっていう、ここに書いてある人の子はもちろんイエス・キリストのことです。神様が僕たちを認めてくださるときは神の御使い、天使たちの前です。つまり目に見えへん世界、そこで認めるか認めないか、霊的なところで決められます。だからこの地上で行っていることは、直接、天における僕たちの評価に結びついてます。ここでも、ここでやったこと、生きてる中でやったことが、評価される。箴言の3章の6節、あなたの行くところどこにおいても主を認めようって、ソロモンが言いました。どんな時もイエス様は神様ですと認めていく生き方が大事です。一つ目のポイントは、どんな時もイエス様を神と認める。どんな時もイエス様を神と認める。けれどもどうでしょうか、ペテロと同じ場所に立たされたらどうでしょうか。あなたイエス様、いやイエス様って言わないです、イエスの弟子ですよね、あいつの弟子一緒におったやん、喋り方も似てますでって聞かれたらどう答えるでしょうか。同じ場面で、はい、私の先生です、私の神ですと言えるでしょうか。僕はいやイエス・キリストなんて知りませんって言ってもすぐに出口に行ってもう家に帰るタイプです。人間みんな弱さを持っています。ペテロだけじゃありません。そんなペテロ、弟子たちに向かってイエス様は28節、14章の28節、しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きます。矛盾してますよね。裏切ってチリチリバラバラになるって言うてはったのに、先に言ってるからねって言ってくださってるんです。まだ十字架にかかる前に、弟子たちは裏切る前やのに、もうイエス様はよみがえった後のこと、復活を語っておられます。弟子たちはみんな聖書に書かれてある文字通り逃げて、十字架にイエス様がかかられた時、イエス様についてきた女性の弟子たちが遠くから見ていたんです。
弟子たちみんな逃げたんです。女性は遠くから見てた。イエス様のお墓に最初に向かったのも女性です。マグダラのマリアとヤコブの母とマリアとヤコブのお母さんの母マリアとサロメがイエスの体に油を塗りに行きました。日本でも尊敬の気持ちを込めてお墓に花を持って行ったりします。これに似ていますけれど、日本のお墓とは違います。当時のお墓はこんなんです。よく見ると思うんですけど、お墓には大きな石の蓋があって、どうにもならないです。入り口は一つ、ここだけです。他に出口ないです。ロープを張って、閉めて、これ蓋閉めて、ロープを張って、両端を粘土で封印します。綱をビューンって引いて、で大きな岩で封印されてます。女性だけの力でも、男性でも無理です。イエス様のお墓を開けることはもう無理です。けれど女性たちはここに行くんです。誰か大きな石動かしてくれる人おるかなって。いや分からへんけど、とにかく行ってみようって。どうなるか分からへんけど、行ってみようって。男の人にはそんな考え方する人少ないかもしれません。計画立てて。でも今も昔も女性はピンチに強いんやなって聖書を読んで思います。どういう場面やったかっていうのを聖書に書いてあります。安息日が終わって週の最初の日の明け方になりよったから、マグダラのマリア班ともう一人のマリア班が一緒に連れ立って墓を見に行ったそうや。ほいだらでっかい地震が起きよったそうや。よう見たら神班からのお使い班が降りてきて、近寄ってくるやおまへんか。ほいで石の塔を脇にゴロンと転がして、その上に座らはったんやて。その姿はまるで稲妻みたいやったし、その衣は雪みたいに真っ白に輝いとった。ほいでバンペーラは恐怖に震えるだけで、まるで死人みたいに固まっとったんやと。天使は婦人らに言いよった。怖がらんでもええ、十字架にかけられたイエスさんを探しとるんやろうけど、あんお方はもうこん中にはおられんのやで。前から言うたはった通り復活しゃりましたんや。ほれ抜け殻が泣き殻が置いたったとこ見たらええ。ほいで急いで走っていってお弟子はんらにこう告げなはれ。あんお方は死人の中から復活しはった。ほいであんたらより先にガリラヤに行かはりましたから、そこでお会いできましたろうと、確かにあんたはんらに伝えましたで。夫人らは怖かったけどごっつう嬉しかったことでもあったさかい、急いで墓を立ち去ってお弟子はんらのとこへ走っていこうとしたんやと。ほいだらイエスさんが行く手に立っていたはるやないかいな。ほいでおはようおはようはんと言わはったんで、びっくらこいた婦人らは近寄ってイエス班の足を抱き寄ったんや。ほいでからそのままその場でひれ伏したそうや。イエス班は言わはった、怖がらんでもええ、行ってわての兄弟らにガリラ屋でおいでと言うてんか、そこでわてと会うことになると伝えてほしいんや。で終わります。よみがえってイエスキリストは女性におはようっておっしゃった。それだけじゃなくて、すぐに弟子たちのことを気にかけてくださいました。マルコの16章の7節で、ですから行ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさいって。先にガリラヤに行かれるっていう言葉、原文ではガリラヤへ先に行くです。ガリラヤへ先に行く。ペテロたちはイエスの復活、よみがえりを、よみがえったんやってって聞いても信じることができませんでした。実際弟子たちは集団でもうみんな逃げて解散です。ああ、俺らの羊飼いはいなくなったって、希望がありません。理想はもう潰れ去った。うわ、もうやってられへんわ、昔の仕事に戻ろう、お前何の仕事やったっけ、あ俺漁師みたいな状態です。弟子たちにとってイエス・キリストの約3年間は非常にすごい濃い思い出となりました。思い出であり、もう自分たちを生かすものではない。全員がこう下向いて
歩いていたかもしれません。ため息はーって出たりとか、そんな絶望の中、ペテロと何人かはガリラヤに帰ります。するとイエスが生きている時に話された言葉通りに先にガリラヤにおられたんです。弟子たちが忘れていたとしてもイエス様は忘れません。弟子たちの絶望の中、ああって思うその中にイエス・キリストは約束通りガリラヤに立っておられた。上から見てたんじゃなく実際立っておられました。イエス様は弟子たちを先に待っておられました。先に待っておられた。十字架で弟子たち全ての人の罪、本来僕たちが受けなければならない裁きを神である方が代わりに受けてくださった。墓に葬られて、そして3日目によみがえった。人間にはどうすることもできない罪を終わらせてくださった。ペテロのために僕たちの先に待っておられた。命を懸けた先回りです。2つ目のポイントは先に待っておられた。先に待っておられた。待っておられたイエス様は弟子たちに、おいって、俺が十字架にかかった時お前ら逃げやがって、お前一番早かったな、お前二番目やって怒っておられません。お前あの時こけたなとかそんなん言うてないんです。なんて言われたんでしょうか。ヨハネに書いてます、20章の20から21に、イエス様は平安があるように恐れなくていいよって、蘇ってすぐにそう言われたんです。平安があるように恐れなくていいよって、実際に釘打たれたとこ見せて、脇腹見せて、信じてやって、一緒に旅してた時に何回も蘇るって言うてたやろって言います。みんな喜びましたけれど、喜びだけじゃない感情もあります。嬉しいけど心から喜べない、全部喜べない。2日前に裏切ったという過去があります。2日前です。マルコの14章の31でペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどと決して申しません。ほんでペテロだけじゃなくて皆の者もそう言った。力を込めて言うたのに呪いの言葉を使ってまで知らないと言ったことを思い出したと思います。イエス様見て、あ、俺はこの方裏切ってしまった。あの時、あの十字架の時、なんかあるたんびに思い出していたかもしれません。ガリラヤ湖で弟子たちを待っておられたイエス様は一緒に魚を食べるんです。でその後ペテロに話しかけます。ペテロだけなんか呼ぶんです。みんなおるんですよ、何人か。みんなと喋ったらいいのになぜ一人だけ呼んだんでしょうか、ペテロって。昨日僕寝る前にメッセージ準備してて、メッセージの準備の頭のまんま寝るんですね。そして夢見るんです、その聖書っぽい。昨日夢見ました。聖書っぽくない夢ですけど、僕夢の中で二人おるんですね。上から見てて一人おるって。ほんじゃなんか僕が万引きしてるんですこうなんかいっぱい罪ですよね、犯罪です。そして捕まるんです、僕夢の中で。うわーと思って、教会の人にめっちゃ申し訳ない、どうしようと思って、ちょっとこのやってもらったことでどうしようと思って、タカちゃんにも純子にも、うわおかんにも迷惑かけんなとか、もう冷静なんです。なんか2人で考えてるみたいな。でどうしようかなって、こうもこれ2週間で出れても聖書の話なんかもうできへんなと思って、仕事どうしようかなとか、あ昔やってたその老人の介護施設でもう一回働かせてもらおうかなとか、うわどうしようと思って悩みながら目が覚めました。でもこれ、このなんか罪の製造とか工場みたいなのはイエス様と1対1の中で許されます。罪は何千人と、30人とか何千人とかおって、そこであなた方の罪は許されましたって、もうすごいメッセンジャーの方が言うたとしても、
それぞれが1対1の神様との関係で罪が許されます。そして回復していきます。復活されたイエス様とペテロ2人だけの時間です。他にもいますけど、呼ばれて、ヨハネの21章に書かれています。ペテロって、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。そしたらペテロは、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。ペテロは復活のイエス様との会話で、当たり前でしょうイエス様、俺はあなたをここにいてる魚、あいつ魚食うてますけど、あいつより愛しますよって言うてないんです。もう自分の情熱や自分の頑張りに土台を置いて喋っていません。イエス様、私のことはあなたがご存知ですって、イエス様が知ってます私のことって言いました。3度イエス様とのやり取りがあります。3度です。完全に否定したペテロを完全に許すんです。イエス様にしかできません。誰が許すでしょうか。自分が一番いてほしかった時に、苦しかった時に、どつかれてる時に、十字架にかかってる時に、イエス・キリストを捨てたんです。背中向けて走って逃げた、歩いたか分からんけど逃げたんです。イエス・キリストはそのペテロの弱さも背負って十字架で命を投げ出された。イエス・キリストはそんなペテロを先にガリラヤで待っておられました。時間的に先っていうこともありますけど、弟子たちの人生の前を歩いておられたと言ってもいいと思います。人生の前を歩いておられた。ここに来たら、イエス様のもとに来たら完全に許されますって、イエス様は私ともう一度ペテロと関係を持ってほしいと待っておられた。国部福音教会の伝道師の富浦さんとメールしたんですね。何年間か KBI でずっと一緒に学んでたんですけど、そういや富浦さんってどうやってイエス様信じたんかなと思ってメールしたんです。富浦さんってどうやってイエス様信じたんですかって。そしたら、中学校3年生の夏休みに長野県の松原湖のキャンプに参加したそうです。で、富浦さんの文章を読みますね。キャンプファイヤーの時、起き上がれっていうメッセージが中3のクソガキだった僕に強く響いた。どうにかしたいってもがいていた自分がいたからね。中学2年から悪い方へ流されていた。親が牧師っていうのが一番コンプレックスやった。嫌でしょうがなかった。でも祈られてることはずっと頭から離れへんかった。特に母の祈り。中学2年の時、警察に補導され、署に迎えに来てくれた母が一言も僕を責めなかった。その姿がずっと残っていた。陰で祈ってくれてるって言葉でなく姿で伝わった。それが起き上がれっていうメッセージに凝縮されてドーンと胸に来た。その御言葉はエペソ人への手紙の5章の14節です。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。眠ってた信仰、昔から聞いていたイエス・キリストが自分のために死んでくださったっていうことが分かったそうです。聖書のメッセージを聞いて光に照らされて起き上がって神様の方に向きを変えて歩み始めました。イエス様をある意味裏切っていたけれど、僕も富浦さんもそれを飲み込んで許してくださる大きな愛、命がけの愛に応答して、富浦さんは今学校の先生をしながら教会で聖書の話して地域の方々と関わっておられます。今もイエス様は、イエス様を神様と認めていない人を、私の人生にはイエス様なんか必要ありませんよって言っている人を待っておられます。3つ目のポイントは、許された者はキリストと共に生きる。許された者はキリストと共に生きる。今回の箇所で感動したのは、イエス様がわざわざ何人かいる中でペテロを
読んで二人きりになって話してくださったことです。ここにいる僕たちもみんなでいますけど、一対一で神が 僕たちと関わってくださいます。これはイエス様に許されてないかなと思っていることがもしある方がいたら今日祈ってください。もう許しちゃって、何のことって、許してるよって絶対言ってくださいます。そのために十字架にかかられて完全に許してくださった。今日の一つ目のポイントは、どんな時もイエス様を神と認める。二つ目は、先に待っておられた。三つ目は、許された者はキリストと共に生きる。お祈りします。平安があるように、天のお父様、よみがえってすぐに平安があるようにと僕たち人間に、弟子たちにを通して教えてくださっていることをありがとうございます。イエス様を信じるだけで全部許してくださる、この大きな恵みをありがとうございます。先に待っておられた、私たちの人生の先を歩んでくださって全部許してくださったことを感謝します。イエス様がその道を行かなければ僕たちは許されることがありませんでした。ただそれを、十字架を受け取ります。感謝します。あなたの前で許されないことはありません。あなたに何でも言います。この弱い人間の生活を祝福してくださることも感謝します。今週もキリストと共に生きます。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それぞれお祈りしましょう。Thank you.